はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザンババゾノです。そしてファミツアップコレクタイガー桜井です。からのファミツアップコレクタン宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、風を感じてますもしかして何？いや、俺やっぱさ、はい、見えないこれ。え？この椅子が見えない。いや、見えないです。うっそ。あるある。よく見て、もう一回こっち向いてから見てみ。やっぱ正直者にしか見えないんだよ、この椅子は。俺正直者だな。ナイス。そうそう。いやいいんだよ、そんなことは。ここ長く言っちゃう。思ってんじゃないのか、塔。そうなんです。ですね、今回は、覇者の塔21回、滅炎の銃撃戦でよろしいですか？はいはい、これワイヤットアップのとこでしょ。そうですね。これね、俺今まさに20回まで今来たから、はい、俺次ここなんで。ここ、むずいんですよ。僕ここね、4番目に難しいと思いますね。あ、じゃあ1番はちなみに、はい、1番は僕個人的にはやっぱり28番で、じゃあ2は23 30です。僕朝、まあ、朝来たんでね、ちょっとなんか確かね、まあ、あと次23の次が21だと思います、はい、なるほど。で、なんなら無課金編成だとここベリーむずいです。ベリーむずいね、はい、ここやばい。無課金編成になってくるとむずい。もう団地。そうそうそう。団地です。あれでも今これは団地。無課金編成、はい。そうですね。今回はこれ無課金編成上ね、はい。そうだね。はい、やらせていただいておりますので、はい、ね、今回ですね。あ、そう、ちょっとまだね VTR が出てないです。ババゾノさんがババゾノさんのところにはムービーが出ると思うんですけど大丈夫ですか？VTR。VTR が。ここに行くの？ここに。これ VTR。いや、そこギリ。いや、俺ギリ大丈夫。こっちに。じゃあ VTR お願いします。はい。VTR。お上がりよ、お上がりよ。こういう感じのパーティー。今これあれだ、今そう、録画スタイルです、ね、そうそうそう。これちなみに6回かかりました。やばい、これね、これ喋りながらやっぱ難しいからね、集中力が。タケル大黒天、リリスの進化に、アリス、神アリスですね、今日から追加されたんで、皆さん今はチャンスですよ。そう、アリスね。そう、フレンドルシファーよりもアリスが良かったです。へぇ、はい、あとやっぱアヌビスもいいんですけれども。あー、回復ね、回復ダメージボールだよ。さあ、このステージですね、まず攻撃してくる敵を倒します。はい、うん、まあもちろんね、攻撃してくるんですけど、みんな全員やっちゃったね。そう。特に、やばいのがこの火の子でしょ。火の子。そう、火のやつ。ファイヤーマン。ファイヤーマン。ファイヤーマンって言わないで。そう、炎の進化系。炎の進化系がね、あのメテオなんだよね。そう、こいつのメテオが必中で 4000×4。 1体あたり万6ですよ、はい、万6やばいね。万6食らうのが2体いるんでね、先に万6から潰しましょう。これね、今ね、あのちょっと山竹で当たれなかった、はい、で、ここでね、大黒天がめちゃくちゃ強いんですよ、うん、このあの、火の子。あ、火の子。ほぉ、火の子がね、あの複数判定をお持ちのようで、あの、大黒天の電撃が複数ヒットするんですよ。解説していいよ。違う、俺ね、もうそろそろさ、はい、時間今モンマガのさ、はい、いろいろあるからさ。ああ、今あれですね。そうそう、じゃあどこら辺で、今ね、SS ダメなんでちょうどいいかもしれない。あ、いい、はい、じゃあ、そう、みんな頑張って。俺もあの21回ちょっと何とかやるから頑張ってください。頑張ってください。回復でのほんときついんだよな。いや、もうフレンド枠に頼りましょうかね。ということで、これで回復出して、はい、いいっす。アリスで回復して抜けます。最初にね、本当は火の子を倒したかったんですけどね、そこで余計に勝っちゃったんで。さあ、でも中ボス戦でございます。そう、これね、あのフレンドがアリスだから今回 SS ダメぬるかったんですけれども、回復なしの場合は本気で SS ためた方がいいです。さあ、で、雑魚から処理していきます。あ、これ雑魚からなんですね。僕は雑魚からいってますね。いろいろやり方はあるとは思うんですけれども、これで、お、大黒天が、お、狙ってる狙ってる友情を。でちなみに、回復なしの場合、ここでもう SS 解き放してボスを処理し、上のバゴン、バゴンは近くにいないと攻撃が当たらないので、うん、バゴンを残して再度 SS をため直すという、そういうスタイル、そう、戻っていくといいと思います。リリース、アジンキラーがね、アジンキラーがね、確かに勝てる。ダメージボールないんで注意してください、アンチダメージボールは。さあ、で、アリスは回復に専念。回復はありがたいんだよな。うわ、すげえな、もう回復量いいですよね、やっぱ 21% 回復がでかいですね、うん、で、クロスレーザーにもちゃんとかわしてましたね。お、で、カンカンスタイル弱点きたか。いやー強い、いやー強い。
で、次でメテオが来るので、あ、そう、痛いんですよね。メテオ痛いね、はい、とんでもなかった。これが、これ話しちゃったんですよ。話しちゃったのになっちゃった。いやでも今ね、普通にヤマトでも倒すってさ、ね、さあ、次は中ボス2。ここもね、本当は、あの、前ステージに全員下にいると楽です。あ、下にいるとこのバーモーンに触れないんで。いや今大黒天すごくなかった。バーモーンめちゃくちゃ削ってて超強いんですよ。やっぱ大黒天超強いんですよ、うん、これ大黒天より難しいんで。この無課金編成でいくと、なんかね、あのガチパでいくと、うん、まあ、そこまでなんですけど、うん、本当こういうパーティーでいくとやばいっす。ここ HP がね、低くなっちゃうよね、なんか降臨。そうですね、やっぱタケルがね、水ダメの方だったら強いんですけど、うん、タケル HP 低いんで、タケルで固めすぎるとっていうデメリッツがね、あるんですよね。複数ゲースかデメリッツ。そうなんですよ。とか今いろいろある、いろいろある、いろいろある。お、これは山崎からのタケル、タケ、タケさん、それもまた謎のマッチ。でも今のマッチだ。で、これで順調に削っていきます。これね、ロックマンウェイをね、友情コンボチグに戦っていきます。いけ、頑張れリース。ちょっとリースちょっといいんですよ。ここで見て送らっちゃうんだよね。倒したらラッキーだったんですけどね。6500。あ、一応これアリス。ただね、これあのフレンドの、方があれですね、怪我ヘリっぽいっすね。怪我ヘリエールついてるので今2000カットしてましたね、ダメージ。そう、これね、やっぱ怪我ヘリエールに助けられたところはありにけりですね。でも多分今、はい、怪我ヘリついてなくても一応耐えました。ギリ耐えた、ギリ2000ぐらい。そう、残ったね。さあ回復して抜けます。さあ、ここもですね、雑魚からですね最初処理していきます。この、左側の数字ね、ところで、防御アップされてしまうので、うん、もう 99% カットなんですよね。全然ダメージ取らないですよね、はい、これがエグいんですよ、ね、なんで、防御アップしてる間は、触らない。ここね、ミスった。古代黒点でアリスに触りたかったが、はぁ、折れず、折れず。で、しかもよ、あ、そっか、これで勝ったんだ、そういえば。これで、ガイド表示出てるから、もういい感じにね、いい感じにポヨンってやろうとしたら、なんか、ダメージが当たっちゃうんですよ。え、これ当たんな、あーって言って、よくこれで、いけたね。これよくいけたね。で、これ注目注目、これこのモビルスーツって書いてあるところがあると思うんですけど、あのワイヤットアプリ、はい、モビルスーツ銃の先っぽ、はい、ここに弱点あるとどれだけダメージ出ます。あー、じゃあ判定が多いのか、はい、分かんないですけど、ここに弱点あるときに大黒点にポヨンって触るとすごいことになる。あー、まあ、でもすごい、あの銃骨組みがね、そうミニバンだから、いっぱい食らうんだからね。これやばいよ、ほらすげえな。だから、大黒天はここに弱点があるときに電撃チャンスなんで積極的になっていく。大黒天はそこら辺に置きたいっすね。そうですね、なんで結構やっぱ運も絡んできたんですけど今は、うん、まあ本当回復ね、自陣ガチャガチャになっちゃうとそういうこともあるということで、うん、お許しを。で、はい、ここでカンカンします。これも雑魚からですね、また、うん、下手に、そのワイヤットアップを怒らせちゃうとね、被、うん、ダメージが増えてしまうので。なるほど、ここもとりあえず周りから削っていきます。そうか、開幕大ダメージ与えると怒っちゃって次のメテオがめちゃくちゃ痛いっていう。そうだから最初はあんまり触らないで、まあ、多いのか。なるほどなるほど。でこのクロスレーザーもね、できれば避けれる位置にいた方がいいんですけどね、うん、余裕なし、回復があればね、プラマイゼロか、むしろ飲みます。このね、ちょっとあんま触りたくなかったんですけどね、うん、やめなし、まあやめなし、怒ってないし、まあ、ダメージ通ってないから見たくねえよっていう、多分ダメプでしょ。さあこれまたモビルスーツの位置の攻撃があるので、あ、そう、 MS の位置、ほら、うわすげえ、60万。大黒天いいっすね、本当にいいっす。大黒天キミック的にも、お、これはアリスフォーミスかね、アリスフォーミス、ヤマト、おお、おいおいおい、はいはいはい、あ、もうないい感覚、しかもモビルスーツじゃないですか、モビルスーツ、モビルスーツのところに弱点ない。これモビルスーツのところに弱点があったら大黒天に当たれば倒せるんですけど、うん、ちょっとこれやっぱやべえなという、ちょっと不安。次クロスレーザーっすもんね、はい、SS を解放いたします。なるほど、ここはね引っかかっちゃったんだよね、うん、おっ、でこれアジンキラーの乗ったメテオが降り注ぐ、降り注ぐ、めっちゃ130万、めっちゃ強い。でよ、さあこれもう大ピンチですよ今、まあ、大ピンチだがね、このアリスね、次回復できるね。どう、これもね、当たるの難しいんですよね、ちょっと難しいね、ちょっと難しい。
さあ悩んで、ここで悩むわ、そういえば。あこれ超怖い。当たれるのかこれっつって当たれた結果。え、どう当たるんだこれ。結果当たれた。おおお、あ、その角度で。いや、この角度だ、見えてるな。 SS 打つのかと思った。結果当たれた。あ、これうまいね。嬉しい。で、メテオで、メテオで、でもここもやっぱザコからですね。うん、これね、悔しい思いした。ちょっとザコを倒せなくて、あーって。でここね、ガチパで行っても下のザコを倒さないと結構グダってやられてしまうんですよね。えぐいですよね。ザコ優先で、ね、きっちり。で、ここもあの両方ザコ倒したいなって思うじゃん、うん、でもハマってしまわれるんですよね、左に。ほら、あー、これでアビリティロックを食らわない。ハッピー、ハッピーっすね。これな、すごい悩んでる。これ俺だったらどうすんだろうな。これザコを倒すかカンカンするか。俺だったら山竹かな。そうだよね。うん、悩んだんです本当に。悩むねどうしようって。なんかカンカンしたら、うん、エリスのバーティカル当たんないと思うから。確かに確かに。でも結果ね、なんか中途半端な思い下行こうかなってちょっと傾いて、横にカンカンしたとしたら結局なんかちょっとその思いが残ってた。なるほどなるほど。すごい半端なことしてしまったここは。で、マーリスで回復ね。もうブーツもいっぱいあるし嬉しい。嬉しいっすね。SS 持ってんのか。そうですね、回復戦で。あ、そう、シールド破壊できるのか。そう、まあ、別にしなくてもいいけどね。しなくてもいいけどでもシールド破壊できると、あのあアリスのホーミングとかね。そう、ホーミングも集まるし、うん、あのタケルのね、うん、ワンウェイもね、そっちに座れることがないから、ないから嬉しい、まあ、とりあえず回復45万しか出なかったけどね。いや、回復なくて今やられた。さあピンチですが、ヤマト、タケルの本領発揮。いざ行かん、いざ行かん。このね、モビルスーツのところ判定多いことがこれで判明しますよ。ほら、あー、やっぱ判定多いっすね。ほーら、ということで無事クリアです。結構やっぱね、危なっかしいところあったんですけれども、でも結構、はい、ちょっとしたミスがあったからそれなくせば。そうですね。で今もだって多分、はい、ヤマト、カンカン、SS 打てなくてもなんかクロスレザーかわしてたよね。そうですね。で、大黒点も残ってたんで。で、大黒点も残ってたし、うん、いけたかな。意外ともっとうまくね、いけばね、もっと余裕で できるかもね。ほんと降臨だったらタケルと大黒点が超おすすめ、まあ、超絶なんですけどね、うん、で、まあ、リリースは、まあ、いなかった。大黒点とかがいなかった、うん、でもメテオ結構強かったような、はい、であとは、神滝夜叉ですよね。あー、神滝、でもあれ芸者ええんだよな、ね、まあ、回復エース持ちなので、うん、まあ、頑張る頑張る感じ、うん、あと意外とホーミングだから、はい、SS ダメがしづらいかなっていう印象を使った感じだと。あと、第9使徒が僕おすすめですね、結構。あ、アジンキラーの AD フィールド。そう、AD フィールド。AD フィールドで最初のメテオをね、消せるんで、消せるっていうかノーダメできるんで6000ぐらい浮きます、うん、HP が。ありがたいですね。ありがたい。で、そうですね、今やっぱ結構ギリギリでフレンドさんのあの身の力っていうのもあったとは思うんですけれども、うん、もしあの手持ちでね、水のガチャ限定を持っていればそれを入れていただけるとグッド楽になると。そうっすね、思います。あとカンウとかね、僕カンウ使ってます。アテナとかね。あー、うん、強いね絶対。カンウアテナ上杉ね。まあで、上杉は強すぎる。アルビスカンマめっちゃ強い。神カンです、うん、といった感じで。あとはまあルシファーでもいいのかな。うん、うん、あのメンツにどれか一体入れられればかなり楽になります。とりあえずフレンドは、ルシファーよりもアヌビスかアリスの方がいいと思います、うん、というわけで以上でございました。はい、見事でしたね。いやー、使いますねここ。いまだ自分はまだ無課金編成で勝ってないんですよね本当に、うん、ここがやっぱ無課金編成だって一番むずい、難しいと思います。一番困ってる中、滝夜叉、神格先夜叉とか、はい、いろいろ試したんですけど、やっぱり、うん、なんかうまくいかないですよね。やっぱメテオが痛すぎて。痛すぎますね。で、そうだ、今がチャンスですよ本当。アリス神化したばっかなんで、みんなね、うん、リーダーにしてるんで、いつもより多いんで、うん、アヌビスはね、リーダーにしてる人いないんですよマジで。確かにいなす見つけられないんで、ね、うん、アリスをリーダーにしてる人見つけて、この人と行ってください。そうね、自分もちょっとアリス連れて行ってみようかなって思います。というわけで21回は本当にめちゃくちゃ難しいんで頑張ってください。ここを起こしたらこっから先は無課金編成でも24回以外はなんとかなる、うん、24回もね、なんかいけるっぽいけどね。本当ですか。24だけいける気してないんですよ、うん、僕あそこはいけるっぽいけど、なんかシールドブレイカーであのシールドを破壊してしまえばルシファー、そうしたらでも、そうしたらルシファー無課金じゃないじゃん。いやあ、もう無課金ではない無課金ではないんです、まあ、そうだね、シールドブレイカーはそうだね、ガチャゲンだもんね。そっかそっか、あ、違う、シールドブレイカーはまあいいとして、
シルベだってブレイクしたところで、ルシファーが盾になる。なるほどですね。あと超火力で一気に決めるみたいな。あ、まあ、難しいよね、24回は。24が一番難しいじゃないかな、なんか牽制は。マルチでおすすめしますかね。ね、本当ガチャゲンだったら、まあ、アンチ重力の特我慢がついてれば、でも、1球でもいいんで、まあ、24回の話はまた24回の時にしましょうか。そうですね、詳しくは、ここは20回なんで。というわけで、いかがでしたでしょうか、こんな感じで21回でした。はい。いつものように、この辺にね、YouTube のチャンネル登録ボタンが、PC からご覧の方はボタンが発生していると思いますので発生湧いたみたいなご登録お願いいたします。お願いします、ね。スマートフォンからご覧の方はこの下の方のね概要欄のところに URL がございますので、そちらからご登録お願いいたします。 URL がね湧いてる。まだまだ楽しい、ね、これなんいつもなんかね楽しい映像楽しい動画動画です。楽しい動画、そう楽しい動画がいっぱいあります。いっぱいぜひチェックしてみてください。そして今9月なんですけれども、はい、毎週月曜日9時からモンストのニコ生やっております。シャオ、とりあえず9月は毎週、はい、そうですね、月曜9月は毎週月曜日9時から、東海 TV にて、ファミ通アップの生だよ生だよってやつやってます、はい、ね、みんなで、3人4人4人か3人から、うん、プラスアルファでねやっておりますのでぜひチェックしてみてください、ね、そう、ね、可愛い子いるね、可愛い子美少女、ね、天沢さんがいつもとテンション違う、そうそうそう、いつもと違うよ面白いこと見えますよ。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。